皆様こんにちは。お元気ですか？もうすぐ春、頑張ってなんか元気に過ごさなきゃね。で、今日はこの大きなリンゴを使ってリンゴケーキを作ります。混ぜるだけだからすぐできるよ。で、誰でもできる。試してみてね。使う材料はこちらです。はい、卵2つ、バターが 40g、 お砂糖が 1/2 カップ、シナモン、オイル、小麦粉、ベーキングパウダー、重曹、以上ですね。はい、では始めたいと思います。始める前に静岡の千恵子ちゃん、おはがきありがとうございます。これだったら作れるかもよ、ケーキでも。じゃあやるよ。あ、リンゴリンゴ。1つのリンゴ8個に切りました。フライパンにバターを入れます。で、溶かします。焦がさないように弱火で溶かしてください。もう1つのリンゴは皮付きで8個に切ってあります。大きいボウルに入れます。バターが溶けましたので、フライパン全体に溶かしバターをくっつけるようにして、それでボウルに入れます。おリンゴが、これ皮むいたのを並べていきます。大きかったら少し短めにしてもいいですね。並べきらないようだったらね。8箇所に、入れていきますよ。切ったのは真ん中に置いたりしてくださいね。で、こういう隙間にちょっと赤いのが見えると可愛いので入れてきます。リンゴのね、皮にも栄養素がいっぱいあるのでね、なるべく取りたいなと思って、中身は皮付きのリンゴを入れていた、いきます。はい、 OK。この中に皮付きのスライスリンゴ1個分と溶かしておいたバターが入ってます。で、お砂糖 1/2 カップ、卵2個、オイル 1,2,3,4、 シナモン、結構たっぷりがいいです。で、小麦粉1/2カップです。200の計量カップでやってます。はい、ベーキングパウダー小さじ1、で、重曹。重曹は横に広がる力です。ベーキングパウダーは上に広がる力なんですよ。なので2つミックスして入れるとよく膨らみます。でも重曹はあまり入れると美味しくないので、小さじ1/2ぐらいで十分です。はい、混ぜます。ゴムベラでぐりぐり混ぜるだけですよ。もう思い切り混ぜて構わないですからね。大きいボウルをお使いになる方がこぼれなくていいと思います。ちっちゃいボウルだと勢いよく混ぜられないので、手早くやりたいときは大きいボールでダイナミックに動かす。あら、もうできた。はい、ベーキングパウダーと重曹がまんべんなく全部、混ざっていれば OK です。で、この生地の硬さ見て、結構しっかりした生地でしょ。
ドロドロじゃないでしょ。そこがポイント。あのドロドロだと意外とあの焼き縮み起こるので、しっかりとしたぐらいの生地になると成功です。で、ちょっとドロドロで柔らかすぎると思ったら、まあ、粉を少し足してあげるとかね、すればまあまあうまくいきます。はい、じゃあこれでよく混ざったので、うん、シナモンのいい香り、ここのフライパンに入れてきます。すごいよ、リンゴいっぱい入りきれるかな、入ってくれ。大きいリンゴをね使ってるので結構パンパンですよ。いきましょう。わー、大きく膨らんでる。美味しそう。ふっかふか。はい、取り出しました。下のリンゴがキャラメル色になってて美味しいですよ。ラリラー、食べてみたいと思います。下が大きいリンゴが入ってて、フォーク入れた途端崩れる。あ、リンゴがキャラメル色になってます。バターと一緒に美味しそうです。キャラメル焼きリンゴの味最高で、上の生地もとにかくリンゴがいっぱいなので、リンゴを食べてるようです。で、皮付きのリンゴも全然平気、あの口に皮が残らないので、ぜひ皮付きでお試しにしてみてください。美味しい、止まらない。下がちょっとこういうさ色になるぐらい焼くと焼きリンゴになる。でもね、これ上にねリンゴをこうやって飾りたいでしょ、それダメなの。もう大きくって支えられない。なのでどうしても大きいリンゴなので下にして、それで盛り付けてください。はい、じゃあね、また会えるの楽しみにしてます。いつもありがとうございます。